本当の表記的に言えば C なんですね。なんでだと思います？なんでだろう、来てますか、なんでだろう、なんでですかね、なんだろうね、なんだろうね、なんだろう、なんだろう、言ってやってくださいよ。皆さん、マジックの K は川瀬の K です。これ本当にね、これ本当に本当にね、本当にね、本当にね、そういうことになっております。そうなんですよ、はい、マジックカワセメロディー、そうそう、おマジック、あ、そう、すごくね、だってあやめのメロディーで繋がるじゃん、マジックカワセメロディー、あやメロディーじゃん、クマイメロディーみたいな。そういうことで、だから皆さん間違えないように K ですよ、はい、マジックカワセメロディーで書いてもらって、あやメロディー、覚えやすい、全然違くない。はいはいはい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、今日は。なんかすごい熱くなった。そう、どう、体が？うん、もうなんか、ね、熱気っていうの、なんか内側から出てくるもんね。うん、熱いもん。MC はどうでした？ちゃんとできました？でも、できたって言えばできてないけど、いつもよりはなんか楽しくできたなって思いました。MC 小気味良くていいですねって来てますよ。ね、MC 良かったで、うん、間が空いてなくて良かったよ MC、うん。いつもよりはスムーズだったかな。MC 楽しそうで盛り上がりました。うん、あ、来てますね。ライブ告知は会場名とかも含めてスッと言えた方が印象いいかもと。見てる人がそう思うんですからね。そうなんでしょうね。うん。柏木さんへの無茶ぶりはミッピー MC さすがだったと。いいですね。なんか柏木さんは、前回月に来てくれたじゃないですか。その時に一言も喋れなかったので、ぜひ今回は私が行きたいって言って来てくれたという感じらしいですね、はい、はいはいはい、あ、みんな楽しそうでよかった。うんうん、まあ、今日は、まずマジックメロディーの、リップシンクから入りの曲のね説明して、まあ、なんか皆さん多分ちゃんと調べてき なったんですが、そうですね、まあでも自分たちの曲なんで、あれぐらいちゃんとね話せたらいいんじゃないかなと思います。しかも特に今回は難しいというか、なんかね、説明のしづらい曲だと思うので、それはそれでなんかいいんじゃないですか。あ、いい曲って来てますよ、うん、そんななかったなぁ。まあ、9月の新曲ってどういう意味って思ったけどね。そうそうそう、私たちはそう、どんぐらいかかるんだ、なんか何ヶ月連続リリースをやっててみたいな、その第何弾のとか言った方がよかったのね、うん、そうそうそう、なんかその毎月新曲が出るのがその当然な感じで喋ってたから、まあそうじゃなくて、ちゃんとありがたいことに我々はみたいな感じで入った方が良かったかもしれないですね、はい、うん、ファンの人とかも分かってるんだろうけどね、はい、12ヶ月連続リリースに挑戦中ですねって書いて、あ、そうですね、そうです、うん、単なるね、その新曲とはまたちょっと違うんでしょうし、その毎月リリースしてる中で今月はこんな風にいつもと違ったとか、多分そういう前との比較みたいなのもあっていいんじゃないかなと思うので、その説明はいるかもしれないですね、はいはい、うんうんうん、ってな感じですかね。で、〇〇の秋の企画に関しては、まあ、ここ最近ずっとちょっとね設定がぶっ飛んだ、配信ごとぶっ飛んだ回が多かったので、まあ、そういうベタなコーナーをやろうと思ったんですけど、やっぱりユーザーさんも分かってらっしゃるので、一発目から反抗期の秋っていうのが来たでしょ。だからもう一発目から変化球だったんで、すごい面白くなって、皆さんでもちゃんとね対応してたんで良かったんじゃないですか。水葉さんもね、さすがですね。暑いです。
ユーザー参加型楽しいって来てますよ。はい、よかったですね。そらちゃんのキャラが素敵でした。嬉しい。名言出たし。ナイス。マルマルの秋はみんな恥ずかしがらずに振り切っててすげえ良かった。これですよ。これが大事なんですよ。これができないんですか皆さん。そう。サンシャイン村星お帰りって書いてありますね。超好き。タイトルにさ切り替えた瞬間ドアップ。あれが本当に面白かった。そうだね。サンシャイン村星もそうですが、やっぱり。前も話したかもしれないですけど、やっぱ芸人さんのネタをやるっていうことはその芸人さんをリスペクトしなきゃいけないので超えていかないといけないですからね。そういいんじゃないですか。はい、毎季節やってほしい企画ってきてますね。ネタが次に来るよ。冬が、そんな感じですか。みずはちゃんかわいい。なんで？なんで？すごい笑顔です。自分の子供今自分の心、自分の心じゃないよ。唐突に来たから本音がって来ちゃった。可愛くないと思ってないでしょ。そう、みんなそれぞれがねちゃんと出番があって、ちゃんとあマジでアドリブだからどうなるかと思ったけど、もうこれぐらいは対応できるようになってきたっていうことですからね。いや、いいんじゃないでしょうか。はい、どんなショールームもできますね。うん、いいですね。はい、なんか楽しくなってきちゃう。うん、台本を超えるのが楽しくなってきちゃう。いいですね。素晴らしい。でも、はい、じゃあマネージャーさん何かありましたら。はい。なんだったかな。あ、マジックメロディーをせっかく今月も取り上げていただいたので、最後に一言、あの9月30日から例えば Apple Music とか Spotify とか、うん、そういうところで配信してますっていうことを言ったらよかったかなっていう、うん、CD として売ってるわけじゃないじゃんね、この曲は。だから初めて聴いた人、あ、この曲いいな、どこで買えるのかなって思った時にすぐつながるように、うん、何でもいい、きっかけの一つの情報でいいから、そういうことがパッとみんなが一人一人それぞれ言えるようになってほしいなって、うん、そこだけ今日は思いました。はい、はい、やはりね、ショールームが面白いなってなるのももちろん大事ですが、結局はショールームが面白いなってなって、皆さんの作品にたどり着いてもらうことがゴールでありますからね。その曲をダウンロードしてくれるだったり、ライブに来てくれるだったりっていうところなので、やっぱそこは忘れずに、あの曲の良さ伝えたところで、あの、でどこで聴けるのみたいになったら意味ないので、そこは皆さんね、番組中ずっとこうずっと私たちは宣伝してるんだって思ってもらったらいいんじゃないですかね。ショールームは入り口の一つだからね、と。だからショールーム見てきましたっていう人が出てくると嬉しいですね。ほんとね。はい。そう、そのために画面の上に、左上にあのバナーがありますので、ここクリックみたいなのね、例えば。そんな感じですかね。はい、はい、あ、カルタね、今日やるつもりだったんですけど、ちょっと柏木さんが予定よりも早めに来て、ひなちゃんのせいにしてる、してしまったので、ね、はい、申し訳ないですね。はい、みずはちゃんは天使だ。唐突だ。なんだ、なんだ、なんだ。なんだ。はい、じゃあ締めてください。締めてください。はい、まあね、9月の新曲はね、マジックメロディーで、10月の新曲はね、どんな曲になるか楽しみですね。はい、まあ、まあね、どこで披露するかわかんないんですが、ぜひ10月もたくさん遊びに来てください。お願いします。10月誕生日でーす。ワンマンライブお越しください。待ってます。2部まだいけるよ。2部。ありがとう、ショールームありがとう。ありがとうございます。バイバーイ。これが一番近いよ。近いよ。あ、まあ、バイバーイ。ありがとう。ありがとうございました。2、1。